どうもこんにちは。こんにちは。さあ、豊さん、ちょっと傾いてるんだ。はい、どうしたんですか。結構傾いてますよ。なんでか分かる。なんかあったんですか。弱いんで。ああ、もう一生動体ですもんね。ためちゃってんだ。ちょうどその話を仕事したんですよ。どうしたんですか。なるほどなるほど。調子悪いと思う。特に阪神戦が悪いよな。どこがホームか分かんないですね。ツイッターでもさ、ファンの人から送られてきて、これずっと前からの阪神の成績ですって言って。黒ばっかりなんだよ。どこか見せようか。これね、はい、やっぱね、ファンの人っていうのはね、すごいんだよ。真っ黒じゃないですか。真っ黒ですね、これ。だからもう当然黒がこう負けてるんだろうけど、はい、見える。いや、それでどうなってんだと、はい、いうことをね、まあこれはね、昨年のヘッドコーチの片岡、はいとかいろんなコーチに聞いたんだけど、まあ、甲子園ではやっぱ打撃戦にならないと、うん、なぜかというとやっぱ甲子園はね、風とかいろいろあって、はいはい、こう打ちにくいと、打っても飛ばないし、はい、だから打撃戦にならなくて投手戦になると。で、横浜行くとなんか打てる気がするって言うんだよね。これはね、精神的な優位なんだよ。いや、ここだったらできるって、うん、だからもう得意な分野なんだよ、多分。得意な分野って緊張もしないでしょ。よし、これやらしといてみろよみたいな、はい、そうですね。なんかね、横浜スタジアムそうなっちゃってるみたいな、阪神側からすると。うん、あとは横浜側から見るとね、やっぱ外の守備、これがやっぱ問題だわ。結構ちょっと浮き彫りになってますね、最後。そうですね、セカンドじゃ無理だ。うん、でずっと言って、はい、ライトじゃ無理。なるほど。で、一番いいのはサードなんだよ、はい、でもサードは宮崎です。そうっすよね。で、宮崎がいると守らすわけにいかないじゃん。でも宮崎はセカンドができるからね、うん、でもその時に守備の負担を考えた時にね、はい、まあ、宮崎も動かしたくないと、うん、だから八方塞がりになっちゃってる。やっぱね、守りのリズムが狂うとバッティングもおかしくなる、はい、編成だな。はい、どうチームを作っていくか、これ編成がさ、やっぱ大変だと思うよ。例えば筒香だって、梶谷だって内野の選手を外野に持っていってるわけでしょ、はい、その時にいい選手、外野手のいい選手を取ってんだよ、はい、音坂とか、うん、桑原とか、はい、いっぱいいるんだよ。それが外野に行くもんだからさ、もう外野手が飽和状態なんだよ。あ、すごいですね。今言った2人も出てないですもん、うん、出てないです、まあ、だからちょっと苦しいな、守りという面に関しては。難しいですね、 DH もあるわけでもないんで。確かにそうですね。いや、そうなんだよ。いや、だからそういう意味では横浜っていうチームは本当にいい選手がいて、はい、若手のいい選手もいるし、はい、中堅どころもいるし、はい、これやっぱり優勝を狙えるチームなんだよね、うん、言えば。だけど、まあピッチャーに言えば故障者が多い、はい、まあ、1年目使いすぎるという傾向がよくてね、はい、で、まあ、野手にすればコンバートが多くて、うん、そのコンバートしたばっかりにドラフトで取った選手が飽和状態になってる、はい、外野手だけが、はい、で、目を向ければ内野手がいないという、はい、だから、まあ柴田っていうのが上手い選手がいるんだけど、はい、でもやっぱ外のバッティングと比べるとダメでしょ、うん、やっぱ外の魅力を感じるじゃない、はい、でもそうなってくると柴田が使えなくなる、はい、でも使った結果がやっぱ守備の破綻から試合をゲームを落とすと、うん、いや、外だけがやってるわけじゃないよ、はい、やってるわけじゃないけど、やっぱ守備範囲だとかいろんなことも考えると、やっぱ守りっていうのはやっぱ大事だよね。うん、これは10割可能になるから、はい、ミスがなかったら。でもバッティングって打って3割じゃない、うん、ただ外のあのホームランっていうのは貴重だけど、だから難しいと思うよ、これ。いや、用意していくの。そうっすね。でも阪神戦に限りはやっぱ守備の破綻があったら打たれる、うん、だって向こうは得意としてきてるわけだから。なんかすごい伸び伸びやってますよね。そう、だから嫌な感覚を植え付けなきゃいけない。ああ、確かに。でも嫌な感覚っていうのは向こう持たないから、はい、いや、もう甲子園が離れてなんか横浜行ったらどこでも入るぞみたいな、
もう伸び伸びしてるからだからそういった意味ではちょっとその得意な意識を払拭したいし、そうですね。豊さんならどういう配置にしますか。確かに今の状況で、今の状況っていうのは今の状況を作らないよね多分、そもそもってそもそも、あだってセカンド俺構想では梶谷がセカンドやらしてるの、セカンド外野手持っていかない。あなるほど、うん、ほんで俺筒香も外野手持っていかない。やっぱスターは内野に置いておかないと、せっかく内野で取った選手は、いや鍛えれば打てる、あの守れるって、うん、で結果じゃあ外と梶谷だったらどっちがセカンドうまいんですかって言ったら梶谷の方が絶対うまいから、うん、あれ守備うまかったんだから。おで今もう国分の3で外使ってるわけよ、はい、いや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 、でもそしたら2つのポジションが開くわけじゃん、筒香と梶谷、はい、そうですね。そしたらここに有望な外野手が入れるわけよ。上里だとパッと入れるし、音坂とか桑原とか、そういうところで入れるわけよ、はい、でもそれもったいないんだよ。いい選手いっぱいいますからね。いや、いい選手はいる、いい選手はいるけど、ポジションが被りすぎ。育てるとか、鍛えるとか、はい、そういうことから逸脱してるね。だから簡単に外野を持っていく、はい、いや、根気よく、ここがでお前はできるようになるんだという根気が必要なんだ、はい、やってもらわないとチームが困るんだみたいな、お前たちのチームなんだって。だって実際梶谷は今バームに落ちたりとかいろいろしてるけど、はい、でも言えば、まあ、宮崎もそうだけども、はい、この子らのチームなんだよ、はい、でそこをポジションを動かして外野に持っていって、それはね俺はあまりにも簡単な考え方で嫌なんだよ。そこにやっぱ愛情を注ぎ、マンツーマンでずっとやって一人前にしていくという、はいはいはい、そういう作業を怠ったがために外野に行くでしょ、はい、俺がもし DeNA に戻ったら、はい、筒香はちょっとともかくとして梶谷は内野手も頑張ってさせる、ね、ええー、なるほど、絶対頑張ってさせる、はいはい、でそれで、はい、筒香を俺はファースト持っていった。おお、デロペス選手がいなくなる、いなくなる、いなくなるんですか。いや外がいなくなる。ああ、なるほど。いやそんなにね、はい、あのチームを作るときにホームランバッターばっかりいらないの、うん、バランスみたいな、バランスが必要だから、はい、でもね横浜スタジアムを本拠地にすると、はい、やっぱホームランバッターって必要なんだよ、うん、あ空中戦に持っていった方が勝てるんだよ。確かに。ただまあ、あとの半分は球場が広くなるじゃない全部、はい、でそういう時に足を絡めたりだとか、やっぱ柔軟にチームを作っとかないと、うん、横浜では勝てるかもわかんないけど他行ったら勝てないとかさ、甲子園行ったら勝てないとかさ、まあ、そういう偏ったチームになってるから、うん、だからそこら辺はバランスよく配置をし、やっぱり選手をこう育てていかないと、うん、やっぱちょっとこうなるよね。あ、悪くなったら身動きが取れなくなるっていう、はい、うん、ここら辺がやっぱもう少し柔軟に対応できる危機管理能力をやっぱ持ってるようなチームにしていかないとね、はい、うん、いけないと。もっとこの選手使った方がいいんじゃないのみたいな選手います？そりゃいっぱいいるよ。使い続けた方がいいんじゃないのみたいな、豊さん的に。いや桑原が代表的な選手、はい、そうですね、でもポジション的にかぶっちゃうから。そうなんです。で上座とかいいじゃん。そうなんですよね。そうですよ。梶谷もファームで悪くないんだよ、本の回で、はいはい、これも良くなってきてる、はい、ね、音坂なんかは俺いいと思ってるの、はい、でもなんかこう結果が出ないでしょ、はい、これももったいないよね、このまま寝返しとくの、はい、だからもう一度編成やり直さないと。俺はただ今でも力あるよ、だからみんなが今調子落としてるから、はい、ちょっと機能しないだけで、うん、これが全体的な調子が上がればまた行くよ、うん、勝てるようになるよ、はい、でもこの浮き沈みをいかに小さくするわけかじゃない、はい、チームってそれで優勝にたどり着けるわけじゃない、うん、だからそういうことをやっぱちょっと考えてほしいな、うん、まあ大丈夫大丈夫、まだ、はい、だからオールスターまでには5割は確保しといてほしい。なるほど、まあそうですね、うん、そしたら勝負になる、うん、ね、オールスターまでに5割確保ということで、うんうん、大丈夫、はい、まだまだ全然まだ全然ありますよ、大丈夫ですよ。
頑張ってくれよ。切実お願いします。湯高さんも斜めになっちゃう。お願いします。傾いちゃう。